今日は7月8日佐藤さん、はい、楽しみにしてた日ですね。7月8日、はい、七夕は終わりましたよ。もう昨日ですね、はい、今日いや覚えてないですか。楽しみにしてたじゃないですか。今日何があるんですか。すごいこと。じゃあ何ですか。重大発表、ご報告、またご報告ですか。今日は私のご報告はないです。ないですか。ないです、はい、僕のご報告もないですけど。いいです、ないですよね、はい、7月8日覚えてないんですか。何があるんですか。すごいことですか。すごいこと、でもすごいことですけど、もう知ってる方大勢いると思います。大勢いるんでしょ、はい、待ちに待った、はい、待ちに待った、あれそれはもう分かってますよ、はい、だってなぜなら、はい、プロスベースやって、はい、カウントダウン の、はい、あのプレゼントを毎日もらってるんです、はい、で今日今日の朝、はい、めでたくゼロになりました、はい、知っても毎日やってカウントダウン見てるから毎日。そうですよね、毎日3日出ますもんね。そう、出る、はい、でプレゼントもらって、はい、で今日その日でしょ、はい、ゼロになってた、ちゃんと朝。そうです、皆さん、うん、スイッチ版の U ベースボールプロ野球スピリッツ2021グランドスラムの発売日です。楽しみにしてた人多いと思いますから。多いでしょうね、はい、俺も多いよ、はい、待ちに待って、はい、やっと。そうですよね、この前プレイしたけどね。そう、先にね体験動画ね、うん、出してるので、こちらもね、まず何ですか。浮気してたで。浮気フライデーされるで。いやいや、浮気も何もここもできてないからね、うん、サイドカツミ出てたね。出てました、一緒に。楽しそうに。楽しかった。何が楽しかった。いや、斉藤さんとね、うん、あのプロスピやりましたけど、うん、なんかやっぱ佐藤さんとはまたね、こう視点が違いますね。視点が、はい、ただ気の使い方が違うだけやろ。気の使い方が。あ、それ初めてやりましたから、一緒に。俺は全くなんかもうお兄ちゃんみたいな、はい、兄弟みたいな雰囲気で来てるだけで、はい、ただ斉藤和美は気使ってるだけで雰囲気が違うって、はい、ただ自分の心の持ちようが違うだけやろ。もうそれはありますよね。佐藤さんの時はとりあえず何でも言えるんですよ、はあ、言いたいこと何でも言えるんですけど、だから兄弟だからね。だから言えば、和美にも言えばいいじゃん、言いたいこと言える。優しいよ。あ、優しかったです、うん、優しかったで、やっぱ初めましてでそんな言いたいことバンバン言えないじゃないですか。いや、言える、今度じゃあ言って。まあまあ、機会があったらね。機会があったら2回目なんでちょっと言いたいこと言いますけど、うん、もうすごい楽しかったですね、はい、で、スタープレイヤーモードやったの。はい、スタープレイヤーモードやりました、うん、できてた、勝美、しっかり。あ、新人王取ってましたよ。そうなの。はい、え、なんか、ティモンディさんも新人王取ったやの。うん、なんか作ったのを取ってた、そうですね。で、今日、スタープレイヤーモード俺もやるんでしょ。はい。でもあれ何ですか、誰でも取れんの新人。いやいや、そんなわけないじゃないですか。だから和美さん上手だったんですって。そうなの。はい、あの結構女性が出てくるんですけど、うん、なんか女性に執着してる割にはすごいいい選手できてました。いってするね。いやいやいや、そんなことない。そういうのを直接言わなきゃ、はい、そうですね。確かに。あれ、女性好きなんですかとかで、ね、直接言わなきゃ。あの車持ってないからデート断られたんですよ、うん、そしたら速攻じゃ車買いに行こうって言って、うん、所持金550万円しかないのに、うん、500万円の車買って50万円デート代に使うって言ってましたからね、うん、だからすごいよね。はい、車持ってないからって言って言ったらいいじゃん。俺でもジェットあるよって言って持ってないと思います。持ってないと思いますけどね。はい、で、まあ、ティモディさんも新人を取ったと話してましたけど、はいはいはい、今回はですね、あのプロスピ王決定戦っていうのの出場もするんですよね。そうなの、俺、はい、そうなんですよ。ティモンディさんの、はい、とあとビップさんと、はい、クレイさんと俺で、そうなんです、決定戦4チームで戦うっていうことなんですよね、うん、で、ですね、こちらの大会のちょっとルールを説明しようと思うんですけど、うん、事前に選手を私たち育成して、うん、みんな挑むルールになってるんですよ、うん、で、今日と明日育成の様子を皆さんにお届けして、なんと明日生配信で座ってるんですね。そう、明日生配信、はい、7時から夜の7時から生配信するんで、でそこで育成するのよ。どんだけ作れるかっていうのは、ね、逆によ、はい、教えてほしいのよ。あ、もうプレイしてる人いるやん、うん、詳しい人で、はい、俺はまだ初心者だから、はい、こうやったら、うん、あのうまく作れるよう、はい、コメント欄で一緒に作って全員をやっつけてやりたい。なるほど、だってリアルタイムで生配信するからそのコメント全部拾えるわけですよね。そう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 、俺には優秀な佐々木教の信者たちがついてるから。そうですね、うん、あのこの間ね、袴田チャンネルの時に里崎教多いってね、もう身をもって分かりましたでしょ。だから俺は全員の、はい、視聴者の皆さん全員のバックアップで、はいはい、勝つっていう。そうですね、俺はもう一人で戦いに行かないから、俺は先頭を切るけど、はい、お城にはもう何百万人の、はい、俺のファンが待ってるから。何百万人、うん、一応登録者46万人ですよ。何百万人、シャイなやつがいるのよ。あ、シャイ、やっぱシャイな人たちが多いから、まあ、登録ボタン押したいけど、はい、シャイだから押せないんだよ。ああ、なるほど。俺はそういうシャイな人たちも支えてるから、
あ、そうなんですか。そう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 、あれ見えてるとこだけ見えるのは二流よ、はい、なるほど。俺クラスになると、はい、見えないところの支持者もちゃんと見えてるから、はいはい、おー、でルールの説明ちょっともうちょっと言っていいですか。もういいけど、あのファンいること分かったんで、はい、で、あのそれぞれのチャンネルですね、うん、オリジナル選手を最大10人育成する、うん、ということ で、うん、で育成した最大10人のオリジナル選手とプラスで5人現役選手をドラフトで獲得できると、うんうん、でその育成した選手とドラフトで獲得した選手の混合チームで対戦するという企画なんですね、うんうん、でこの対戦の配信というのもなんと7月20日に里崎チャンネルで。そうなの。いや知らないんですか。すごいね。そうなんですよ、この対戦を里崎チャンネルで配信するらしいんですよ。やばい ね、 ね、出世したね里崎チャンネルは。はい、まあスポーツ番組だからね。いやだからプロだから e スポーツも、 e スポーツも行くから。あ、そうなんですか。だって e スポーツだから。はい、もういいべ。じゃあ俺負けられないね。いやそうですよ、このチャンネルでやるのにちょっとプレッシャー高い。だって里崎チャンネルにやって、はい、早々抜けて、はい、俺出ないで、はい、ティモンディさんとか VIP さんとかグレイさんだけが戦って、はい、これ何チャンネルみたいな。そうですね危険性あるね。ありますね。でも皆さん絶対気合入れて作ってくると思う。だって気合入ってんもん、あの VIP さんの写真見て一人だけなんかもう生きてんもん。いやいや潜在写真ですから。いやこれ選ぶ。まあ初代チャンピオンだけどね、プロズベースの、まあ で、 ね、うん、でも見てティモンディさんとか爽やか、はい、元気ある、うん、でクレイさんちょっと渋めに、はい、かっこよく。そもそもこんな笑顔します。俺いつも笑ってるよ、まあ、笑ってるけどちょっとこれすごい可愛い笑顔ですよね。そうそうそう、うん、そういうやっぱプーさん的なキャラで言ってるから俺ね。でも見てそうですか、クレイさん見て、はい、顎がちょっと30度上がってるから上に。怖くない？もう、はい、これどうしたやろな。宣材写真なんで。まあこういうキャラを作ってるんじゃないですか。そうですね、はい、もう、まあ、やっぱ叩き潰してやりたいですよね、はい、俺はだってよ、はい、あのプロスピエースは負けてるけど、はい、このプロスピの、うん、まあこの前はプレイステーション、プレイステーション4バージョンだったけど、はい、スイッチバージョンでも、はい、こっちが得意なのよ、うん、俺だってマッチのサヨナラホームランで勝ってるからね。おお、こっちはね、クレイさんでも。そうなんですね。そう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 、まあ、でも今回ももう絶対勝つと。うん、まあ俺の辞書に勝ち以外の文字はないね。そうですか。負けはないから、なぜなら認めないから。ちょっとこの間の体験動画ではね結構負けてた気がするんですけどね。体験でしょ、はい、俺は本番に強いとこよ。なるほど。何ですか。オビちゃんも見た。俺オビちゃん初代チャンピオンなんだけど、はい、エキシビジョンマッチ、はい、で斉藤和美に負けて、うん、いろいろ負けたけど結局最後本ちゃん勝つの、はい、お、ということはじゃあこのプロスピ決定戦の本番では勝つと、うん、全員叩き潰してやりたいね。そうですね、本当に、はい、俺の下に、はい、頑張りましょう、うん、そのためにはね、そう俺一人じゃ不安やから、はい、皆さんの助けが必要です。そうですね、はい、ぜひ皆さんのコメント欄とかで助けてください。あと今日もやるんでね、はい、あの今日のコメント欄にも、はい、あのそこ間違ってるよっていうのを教えてもらいたい。そうですね、俺は素直に学習できるタイプだから、はい、はい、その素直に受け入れるんですね。受け入れる受け入れる、はい、わかりました、はい、ということでじゃあ始めていきましょうか。はは、はい、今回だって好きなポジション作れるんですもんね。そうなんですよ、はい、であの育成っていうのは、うん、スタープレイヤーモードとプロ野球、うん、スタープレイヤーモードと甲子園スピリッツモードってあるんですけど、うんうん、まあ、今日はスタープレイヤーモードで、はい、戦うということですね。でも初めてですね。でもティモンディさんとカズミが新人王を取ったからね。あとこれです、はい、新発売になったスイッチバージョン、今日発売されました。これはね、はい、プロ野球選手にとって名誉が与えられるかどうかの、はい、まずこれがね試金石になる数値、うん、まずねこの表紙に選ばれてるかどうかが自分が一流になったかどうかが試されてるから、はい、このだってチームの顔がなるから。そうですね、だってソフトバンク千賀岡本ね、はい、大山、うん、だからロッテの安田が、はい、来てるわけよ、うん、あとこのね山本中田翔浅村増田大野佐野森下村上だから、ここに選ばれるかどうかってかなり結構重要な問題なんだよ。そうですね、俺もパッケージ見た時に、うん、んって思うもんね。あれいないぞって、あれ俺じゃないのみたいな。まあでもこの選手だったら仕方ないかっていう諦めもあるけど、はい、うん、だこういったところであとデカさね。あ、そうですね、センターどの位置にいるかって、ね、安田結構頑張ってるね。そうですね、ロッテ安田選手ね、ね、うん、まあ、今年もねベストナイン取れるかもしれないし。そうだね、うん、あこれあれか、何ですか、順位だ。あポジションは去年の、あ去年、あそうですか。そう、去年の順位だ、うん、1位、2位、3位、4位、5位、6位だもん、はい、1位、2位、3位、4位、5位、6位、はい、順位だった、順位ですね、うん、まあ、そういうのもある、はい、はい、わかりました、はい、皆さんこちらね、ぜひ、はい、さあ、では始めていきましょうか。あ、そうですね、はい、
今回は、やっぱりね、そのクレイさんとかビップさんは張り切って10人バッチリ最強のやつ作ってくると思うけど、俺がそんな最強のやつなかなか作れるとは想像しがたいから、あの簡単なところで最強な投手っていうか選手を作れるんじゃないのかっていう素人目線で抑えの投手作ります。抑え作りますか。はい、あそこ、まあ、5人ドラフトできるから、5人ドラフトできるじゃないですか、で、先発、野手、やらなきゃいけないこと多いですよね。あ、ゲーム上でってこと。数値を上げなきゃいけない、ピッチ、先発だったら球種もいるし、コントロールも球速も、スタミナもいるじゃないですか、で、野手だと守備も肩も、打つのも足も、どれも欲しくなるじゃないですか。そうですね。抑えはもうまっすぐ速くて、多少コントロール悪くてもスタミナもいらないし、で、なんか必殺技の球種があればもう十分なんだよ。だからやるべきこと少ない、その中で最強を作って、最後抑えにいれば、そいつドンと最後出したから。なるほど、ドラフトで抑えはもう取る気はない。ない、もうドラフトで誰取るかを決めていくから。あ、もうそうですか。教えないけどね、バレちゃうから。でも誰、なんとなく行く選手、なんとなく分かりますけどね。そうなの。最初先発行きそうじゃないですか。いや、それは言えないよね。作りましょう、アピールポイント、抑えだから、それはもう、うなる直球じゃん。うなる速球、うなる速球、で、もう一個いろいろありますよ。やっぱこう必殺の決め球、抑えだから、もうこれで十分なのよ。で、OK。あ、抑えで広間里崎智也でいいですかね。いいよいいよ。俺はもうピッチャーやるんだったら抑えになりたいっていう願望があるから。言ってましたね、先発よりね。そうだそうだ、だって1イニングでいいからね。やっぱり、長いイニング投げるの大変やん。これでいこう。でね、チームはね、ソフトバンクにしてる。なんでですか。いや、なんか聞いた話によると、強いチームにしてる方がチームが勝つから数値が上がりやすいっていう、へえ、噂を聞いたの。去年の順位とかちょっと反映されてるんですかね。されてるでしょ、あといる選手も。ああ、そっか、重要だよ。覚えてる、入団会見に。まあまあ覚えてるでしょうね。重役とかいなかったけどね、俺の時。あ、そうですか。オーナーと球団社長しかいなかった。あ、まあ球団社長とかそういうイメージなんじゃないですか、これ。あ、そうか、1500もいいじゃないですか。結構いいね、ドラフト1位ぐらいの年俸じゃないですか。1位、社長、と重役と面談お疲れさんだって、町田さん、あの球団職員ですね。次は職員、町田雄一郎さん、未来のスター君です。こういうリストに入ったんで、こういうできるってことですね。さあ、まずはスランボー、これ練習設定、はこれでいいんですかね。設定は自分でするんですよね。これだな、球速ですね。今そこにある球速、スタミナ、直球、特訓というのがすでに選択済みのものになっていて。あ、そうなんですか。なので先ほどのお話だと、例えばスタミナを、これをこっちで変えるってことか、こういうことか。こういうことね。あ、これでいいか。球速、球威、直球、あ、いっぱいあるよ、下。あ、ほんとだ。あ、すごいじゃん。いろいろありますね。変化球超特訓したよね。だって1個しか持ってないからね、スライダー。だからじゃあ直球特訓を変化球に変えますか。これを変化球に変える。練習強度もありますよ、ね、それも強め。俺はもうあのゴリゴリ派だから。これ強めに練習したら体力減るんですかね。怪我するようなやつは、一流になれないんや。怪我しないに行きましょうね。そうそうそう、この選手がオープン戦、早速オープン戦、先差し合いだ。自責点2位以下ならば開幕の1軍だって。じゃあ試合ですね、プレイ。でも俺あれだよ、守護神候補だからね。ソフトバンクだと森と、あ、でも今森離脱してるからチャンスある。ああ、そうですね、1回
似てる、みんな似てるんですよね、内川選手、高津監督も似てますね、言われなくても分かるよね、はい、どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか、どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか、坂口が打席に入ります、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります、まだストレート全然今威力ないですからね、まず何を投げてくるか、インコース空振り、つまらそうよスライダーで、ボールになります、レイン、うん、ワンボールワンストライク、外すらからストライク取るから、おお、決めました、追い込まれました、ワンボールツーストライク、佐藤さんリードできるからいいですね、こういうの、そうそうそう、インハイ空振り、おお、ファール、ちょっと振り遅れましたね、振り遅れてるときは、ね、続けていける、インサイド落ちました、はい、引っ張ってきた、ちょっとそれで勝負いこう、おい入ってるよ今めっちゃいいコースだったよ、アウトローギリギリいっぱいと思う、パズルティーね、フルカウント、外のストレートわずかに外れてボール、そのボールから外スライ出ていくから、打ちました、できっちり、リードがいいねやっぱりピッチャー座てるときリードできるからいいですね、うん、そうそうそう、青木はね、初球アウトコースから入るから、これは大きくバットが回りました、高め、サードファールフライ、打った、これは、はい、今のやつ、うん、ポンポンのツーアウトですね、状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません、早くない、やや疲れ感じてる、まだ2人なのに、山田哲はね、初球ちょっとストライクの今のことここでね、先発ピッチャー里崎、そしてキャッチャーは甲斐、このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか、インスライ行こう、鼓動ギリギリかな、どうでしょう、インコース詰まりました、詰まった、ここはフライになっています、ええ、あ、俺自分で取りに行かなきゃいけない、そうですそうですそうです、嘘やろお前今ファーストやろあ、取られた、あ、あ、でもピッチャー変わってる、だいたいさ、あのフライをピッチャーが取りに行かなきゃいけないってどういうことっていう完全にピッチャーに任されてましたね今のは、いや、びっくりしたよ今、はい、ファーストやろ、誰やねんファーストあ、ギリギリ勝ちましたね、うん、勝った勝った、9対7、ほら、俺も抑えてるから、あ、実際に0だったんだ、よかったよかった、疲労が溜まった、下レベルどんどん上げていくってことでしょう、うん、そうですね、うん、これも試合ってことでしょう、はい、これ月に1回行動できるんですよね、オープン戦はもう1回しか出ないんですか、ですね、オープン戦、そうですね、次の試合は、試合を押していただいて、はい、試合開始を押すと、これですか、1回転があるので、うん、それで飛ばせます、うん、あ、負けてますね、押さえてるやん、はい、この3月で行動は1回ってことですか、そうですね、あ、なるほど、行動としてはそれぞれ1回ずつっていう、うんうん、どこで、あ、失点してるね、多分、あ、おお、でもいけるよ、うん、クリアしてるから、はい、あ、1軍つけられた、いいね、あ、カメラマン記者斉藤さん、はい、
スポーツ記者の斉藤貴博さん。これは変えれるってことですか。はい、自由行動のタイミングで、練習のセットを変えていただいたり、こういうみたいな。でも疲労まだ 6% だからね。そうですね、まだまだですね。大したことないよね。ちょっとプライベート何がありますか。人物交流と選手交流っていうのがありますね。あ、この人。交流は積極的にやりましょう。監督と交流するっていうのがちょっと評価、監督の評価上がるの大事なんじゃないですか。いやでもそうやけど、なんかちょっとこれとかごますり、ごますり大事じゃないですか。いやそんなの、そんなことより力でしょ食事映画所あれこれ自分との差が、多い人の方がいいんでしたっけ。総合評価は自分よりも低い人の方が経験値がたまりやすいです自分より総合評価が高い人はなかなかたまらないので。あ、これがこういう値がマックスになったら、はい、あのラーニングとか努力者アップの、ああこの赤い点滅は何ですか。その選手が好きな、興味があることっていうのが一番右に書いてあるんですけれども、はい、その興味のあることをするとさらに追加でこういう値。ああ、そうなんですね。ああ、そういうことか。じゃあ一回こういうしときますか。じゃあ、うん、選手いっとくか。はい、これね、田上選手と食事行こう。はい、遊びに誘うですかね。そうだね、連絡取って。ソフトバンクだから、ソフトバンクなのか。そうじゃないですかお、こういう値最大になった、うん、次の3つの効果があります。特殊能力習得、うん、結構いろいろ上がるんじゃないですか。上がるね、うん、超スローカー、あ、田上が超スローカー、あ、彼が覚えたんですね、うん。まあ、チームメイトがこう良くなるの、られそうだ、うん、あ、あ、ランニング能力は例えば対ピンチとか、ああ、そういう特殊能力、特殊能力を覚えるためのなんていうんですか、ランニング能力を設定してその経験値がマックスになるとその能力が覚えれる。ああ、でこれちょっとランニング能力覚えちゃう。はい、あ、どれにしますか。やっぱりチェンジアップいるよな。うん、抑えやから。じゃあチェンジアップにしますか。チェンジアップしよう。最新ゲーム機購入可能になった。買えると、うん、スイッチでプロスピカウンチャー売ってるかもしれないですね、うん、もう発売してるからね、はい、あ、これでお金貯めて550万しかないのに斉藤和美は500万で車を買いに行ったの。そうですよ、はい、ああ、はあはあ、そういうことです。すごいね、さすがだね。今175万です、うん、正直少ない今月収125万でしたから。ああ、そっか、はい、あ、そう 12分割で入るんで、ね、そうですね、うん、さあ、開幕しました。お、したね。あ、6戦これなんですか、ついてるやつ。ランニング設定というところで先ほど手に入れたランニングを設定すると経験値が高まる、うん、ああ、そうなんです。今未設定なんでした方がいいってことですね。これ別につけついてるんですよね。あ、今未設定になってます。あ、そっか。チェンジアップで試合をご自分で操作された方が強くなるっていうのが、でチェンジアップが対象の球種を投げるごとに1ポイント、うん、で球種でアウトを取ると3ポイント入って350ポイント入るとチェンジアップを手に入れるのでそう、自分で操作しないと、はい、要はこれがたまらないってことですか。たまりにくいので。あ、そうなんですね。能力に差が出る。ああ、そうか、そういうことなんですか。へえ。でもこれも1ヶ月1回しか試合できないんですもんね。はい、じゃ開幕戦やりましょう、はい、これあれじゃん、奇跡の逆転、ソフトバンクがサヨナラした連発の試合じゃんね、3連敗、ロッテだって開幕あの5連敗だから、5連敗でしたね、うんうん、じゃあ、勝つんだな。はい、そうですね、うん、ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12試合による日本一を目指す戦い、今日から始まっています。試合の流れに効果を持っています。あ、そうっすね、出てこへん可能性ある。そうですね。お、ソフトバンク勝ってるよ今。だって石川投手、ロッテ逆転。お、え、ってことは出てきた。これから7回マリーンズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。でも負けてる場面でここで出てきた。うん、でも1点差だからね。はい、さあマウンドに上がったのは、お、田村ね。もう俺田村が打たないとこ知ってるから
右打ちしてくるからね。ゲームにも反映されてますかね。されてる、されてる。ノーストライク。でそこからチェンジアップでファウル出す。まっすぐと思いきや緩いボールで来ました。見てきましたね。今のも見逃すってことはまだアウトコースより認識あるから。田村の顔もそっくりやな。うん、胸元で決めてきました。ストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。よし、泳がそう。外外れてボール。遅いの見せといて。見逃し、見逃し。田村まだまだやな。俺の背景についてこれてないよ。藤原選手。藤原最近めっちゃ打ってるからな。ロッテの救世主になってるもんな。初球ストライク。2球目は何で来るか。このゲームのめちゃくちゃすごいとこ発見した。何ですか？細かい仕事が。球種の握りもちゃんと球種の握りになってる。見てチェンジアップ、はい、グローブの中。あ、本当だ。ちゃんと握ってる。まっすぐ、今まっすぐじゃん、うん、日本になってて、はい、でチェンジアップ。今日チェンジアップお願いします。ワンボールツーストライクです。ほら本当だ、全然違うね。うん、打ちました。ファウルになります。細かい、すごい。次が5球目。チェンジアップでアウト取りたい。そしてあれプラスもらえるから。打ちました。はい、オッケー、はい、オッケー。お、俺投げなきゃいけないの。そうです、すいません。お、あ、俺が投げなきゃいけないの。そうそう、守備忘れがちですよね。取ったら投げないといけないです。投げないし。どういうこと？セーフ。お、こういう、こういうのから来るからね。ピンチは。そうですよ、ミスから失点しますからね。キャッチャーの肩を計算に入れて走らないといけませんね。なるほど。インサイド。どうだ？全然決まってるから。これ、これロッテの打線のあの打てないところ知ってるから。そこにちゃんとさえ投げれば絶対打つ。ロッテには負けないですね。そこから。ツーストライクです。ランナースタート。キャッチャー送球して。あー、盗塁されました。牽制ちょっとノーバックにしすぎたな、舐めすぎたな。まあ走ってくるの分かってたはずなんで。分かってねえよ。三振。でも援護が。あな。ソフトバンクホークス。まっすぐゲームの方がいい。開幕戦は敗れました。そうそうそう。自分はまずいいからね。はい。首脳陣の評価上がってますね。ファンの数25。プロ奪三振を記録。チェンジアップの経験値も溜まってますね。スタッフ70。いいね。レベルアップ。はい。さあそしたら。でこれをして試合でスキップってことでしょ。そうですね。さあ2戦目は、あ、勝ちました。柳田ホームラン。出番なかった。出番なかったの。拾ったまったの。何してんねん、お前ブルペン。緊張感とかあるじゃないですか。新人やからな。はい。結果は、おー、対象14対4。また出番なかったんじゃないですか。あ、投げてる、投げてる。あ、レアードにホームラン打った。1本打たれた。え、1回ホームラン打たれただけで20人もホームラン減んの。シビアですね。うん、自由行動。アイテムショップってなんですか。でさっきのゲームとかソファーとか買えるんですね。買ったら、あ、なんかアップなんだ。たけ。ものによってはあの選手保有できる人のリストが増える。ああ。船売ってんで。あります。船もあります。でもだいぶ足りないですね。誰かとこういういいんじゃないですか。ちょ、監督言っとく。はい。そうしましょう。ちょっとホームラン打たれちゃったし。うん。疲労回復しましたね。うん。
です。もう負けてます。投げてるの俺。うん、あ、フォアボール出しちゃった。何しとんのって俺がリードしてやらないとダメなんだよ。そうですね、うん、でまだ結果ですね、試合日程はカレンダーでまとめてスキップすることができる。あ、そうなんですね。そうですね、はい、そうだそうだ。出るたび点取られてるやないか。まだ能力上げてないからじゃないですか、やっぱり。直接上げることはできずに。あ、できないんですか。溜めてるランニングで上がっていくっていう感じ。あ、そうか、今回そういう感じなんだ。あ、試合出れる。あ、そうですね、うん、もう出ちゃおう。じゃあ出ちゃいましょう。試合出ちゃう。はい、あ、結果しかない。あ、出られなかった。疲労結構溜まってきてる。そうですね、うん、まあ 12% なのでまだ大丈夫ですかね。福岡ペイペイドームからお伝えしてまいります。さあ、ホームなんで勝ちましょう、うん、今日俺が出場してるからね。はい、抑えれる。お、同点。今これ出番ないパターンだよ、同点の場面。あ、延長、延長ある、延長ある。出る。あ、引き分け。出なかった。試合出なかった。はい、チーム今4位ですよ、うん、リーグだから出ない時あるんだよ。そうですね。福岡ペイペイドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦。お、勝ってる。お、勝ってんじゃん。お、これセーブシチュエーションだ。お、出るんじゃないですか。あ、でも勝ってたら出ないんちゃう、これまだ。あの、負けたんですか。方程式あるから。そっか、だからオリックス戦結構試合出てたもんね、うん、あの負けてたから。あ、そっかそっか。今ちょっと負けパターンなんですね、まだ、うん、まだ負けパターンだね、これ、うん、新人だからね。はい、チームが負けてないとアピールできないっていうのをお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式さあ、まだ勝ってる、勝ってる、勝ってる、勝ってる。また出番ないんじゃないですか。これまた出番ない感じだ。点数が開いてたら、あ、来た来た来た。あ、開いたからね。そうですね、4点開いたんで。防御率も 9.8 に何やっとんねんてお前開幕戦俺がいい。おかわりくん、似てるな。カーリコはもういつインコース投げるかが勝負だから。初球ストライク。はい、振らせないからね。どうよ俺の配なんて、なんでお前打たれてんねん大体。初球チープ取れるか、とか。はい、オッケー。ちゃんと走っていかなきゃね、操作するの忘れないようにしよう。そうですね、守備をね、ちゃんと。インコースにスライダーでファールを出したり。スパンジム構えすごい。ファウルになります。おお、抜けた、打たれた。まあいいのよ、これチェンジアップも投げて、あの、増やさなきゃいけないから、ね、確かにライディングもね、うん、はい、木村まっすぐも行きたいけど、このチェンジアップいっぱい投げて、そうですね、習得したいですもんね。そう、打ちました。はい、オッケー。落ちてんじゃん。抜けた、抜けた。落ちてんじゃん。これが自身本日の初ヒットになります。手叩いてる場合ちゃうで。なんで打てたされてたの。なんで2アウトですからね。いいコースですが。ボール？もうストライクやろ。さあ、2球目は何か。はい、センターフライ。とりあえず、おい、抜けてんじゃん。これホーム帰ってくる？帰ってきてんな。スローとかで失点してんじゃん。お、手叩いてる場合ちゃうっちゅう。1点。ここは代打に入りが出て点差が。
試合は。どっちも疲れてる。うん、あ、サヨナラ。ソフトバンクホークス。今ね、あ、ホームラン。うん、下がってますよ。ファンも最初の25人増えたより、もうさそれ以上下がったけど。はい。大丈夫だ。マイナスになってる。あ、プライベートもやったか。いや、4月までやってないです。こういうね、疲労回復した方がいいかもしれないですね。コーチでしょ、コーチ。はい、今度。森山さん。うん。でカレンダーを使うってことですよね。でスキップで言えるってことですね。じゃあ5月に行きましょう。5月じゃあまだ試合しないとこだから楽天としよう。行きましょう、うん、ゴールデン子供の日行こう。はい。あ、結構負けてますよ。連敗してる。全敗。うん、本当だ。あ、ここでちょっと勝って。ゲーム差すごいね。はい。セリーグ阪神最下位で。あれ、2軍に降格しましたって。あれ、え、知らない間に。何に試合出られるんですかね。2軍の試合で出るのか。スポーツデータ班。へえ。ぽいね。こういう人と仲良くなっていろいろデータ得た方がいいかもしれないですね。うん、お、有本投手、吉田正尚投手 MVP。 一軍上がりたいですね。うん、登板予定されてないって書いてある。あ、そしたら次の日。これペン待機。ちょっと新人王はなかなか難しくなってきましたよ。そうだね。うん、日本に落ちてるからね。はい。お、来ました。来て。1点差。負けてます。お、郡司君。チェンジアップいっぱい投げて稼ごうか。はい。覚えましょう。もうチェンジアップ。うん、ブルブルめっちゃ鳴ってるからね。うん、このカーソル合ってるから。そこ外さないですよね。そうそう。お、三振。いいね、いいね。この辺ポンポンと押さえて一軍行きましょう。昨日タク二軍いるやん。はい。めっちゃブルってばっかりやね。うーん、三振しよう。どうだ。あ、ランナー帰ってきた？帰ってない、帰ってない。すごい走ってる。自分で止めた。走ってきたよ。どう？どうだ？あー、訂正しなきゃいけなかったのかな。よし、はい、きっちり。これファースト。藤井、俺と誕生日一緒。あ、そうなんですか。うん、テンポいいですね。お、はおー、
でも評価上がってきます。ファン4人増えました。2軍だから少ないねファン増えるのは。15度しよう。15度、うん、選手か。選手も本当に増やしていかなきゃいけないんだもんね。はい、でも監督の評価も上げたいですよね、一軍に行きたいから。まあそうだね、うん、でも二軍にいて監督に会うことないけどねでもまあここでも会えるみたいじゃないですか、うん、まあ、それか新しいそのこれデータ班の人か、うん、矢野さんは交流値が最大まで行くと、あのラーニングの経験値を直接直上げしてくれるっていう。観察眼のスキルもらいました。噂は聞いているよ。こんなにこの人めっちゃ褒めてくれますね。でこれカレンダーですよね。はい、はい、でじゃあ6月の頭までいきましょう。交流戦ですね。まあ、これにとか、はい、でこれ2軍なんだもんね。はい、なので負け勝ちが出ないですね、うん、お、1軍上がった。よかった、よかった、よかった、よかった。中です。交流戦どこで阪神とっか行きますか。阪神、うんうん、最下位のチームらしいな、うん、あでも上がってきてる。上がってきてる、うん、おソフトバンク2位になってる。はい、上がってるな。試合しましょう、うん、西投手さあ、収めがパラつく中、まもなく試合開始です。雨だ、うん、さあ出番は来るか。うわめっちゃ雨降ってるよ。うん、おー2点差。おー来た来た来た。まだ負けパターンですね。うん、まだ負けパターン。タイガースの攻撃です。練習タイム。西さん、お、改めてお聞きします。バッターボックスの梅野、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。はい、レフトフライ。詰まりながらもレフトへ。取れるよね。楽勝し。いけるいけるいける。レフトが取りました。低め投げてるからね、うん、バッターボックスには代打の高山。頑張れ高山、今もね、はい、1軍にいないから、うん、完全今まっすぐ1の3できたな引っ張った高山。 OK、 そのまま入ってアウト。ベースカバーもしっかり近本。ちょっとファウルですね。初球狙って空振りです。まあ、すぐちょっと早かった、早くなってる。はい、2球目打ちました。この打球はフライになっています。 OK、 はい、仕事きっちりです。能力上がってそうですね結構、うん、お逆転勝ち。おお、よかった。あ、カヤもめっちゃ似てる、うん、似てる。
連勝6だって読み止められた、うん、お大いに期待されてる。あ、ロングリリーフからワンポイントに昇格、昇格だ、おいいね。西宮、さあこれでこれはカレンダーってことですよね。あれの行動は まだしてない。まだです。あ、しない。あ、なんでか行動のところまで日付を落ちます、うん、行動。今チェンジアップどのぐらい溜まってますかね。マイデータ見てみますか。トレーニングからですか。あ、トレーニングからですか。どこですか。あ、トレーニング、あと24、あと24、いいね。まずちょっとだ、結構溜めましたね、うん、ためた。次どんなラーニングを取っていきたいですかね。そうですね、もうすぐチェンジアップも溜まるので。あとどういうのがあるんですか。一旦、人物交流、人物交流、選手交流行っていただいて、でそこで、上まで X を押すと、その選手が持っている能力値が見れるんですよ。で、うん、田辺選手だったら緊急登板とか、ストレート。あ、そうなんですか。はい。ここは何もらえるんですか。野手ですと、今のところで中短だったり、チャンスティーとか。じゃあピッチャー行った方がいいってことです。基本的にはピッチャーがもらうのが一番いいかな。野手とかだったら通常のトレーニングの経験値をもらうことができるので。うん、そしたら渡辺選手と交流するか、どっかこう、そうだね、カンストしてもいいですしね。うん、うん、で渡辺選手行くしかないけど、なかなかたまらないじゃんね。そうなんですよね。そうですね。そしたら先にその人物交流、その監督とかそっちの方行ってもいいですよね。矢野さん行っとく。矢野さんちょっと貯めましょうか。斉藤さん行くと新しい人紹介してもらえます。あ、そうなんですか。安井さんは何ですか。安井さんは、疲労度が回復します。ああ。町田さんは。町田さんはお金です。あ、お金か。ああ、うん、どこに行くかですね。矢野さんのところも2にしてるから。はい、もうデータくれますね、うん、じゃあ飛ばしましょう、うん、カレンダーで7月。まあ、戦ってないからファイターズ戦とか。はい、おお、ああ結構勝ってますね、うん、おお、連勝してる、連勝してる。あ、星より上げてる。うん、30奪三振。これじゃない。で、コードビー行きましょう。もうランニングが完了しましたね。そうか、完了したね。でも何持ってないから設定できないんですよね。そうですね。あ、今日登板しない日。はい、行動日まで行けばいいってことですかね。あれ、そうだね、一回ちょっと行動日まで行こうか。で、なのでこの渡辺選手と 5,6 回ぐらい交流を繰り返して1個のランニングをもらうか。でも 5,6 回だったらもう1年終わりますもんね。そうなんですよ。なので斉藤さんと交流してちょっと別の選手で紹介してもらう、一緒に加えてもらうか。そうですね、斉藤さん行こう。斉藤さん、こう他の選手をなんか紹介してくれたり、はい、してくれるらしいですね。
社交性のスキルをもらったらしいです、うん、千葉に来ました。じゃあ試合出とこう。試合、はい、出ましょう。上空曇り空の中、ゲームがスタートです。あ、ゾゾは慣れてますからね。そうそうそう。さあ試合出るかな。めっちゃ勝ってますよ。うん、そうだね。こんだけ離れると評価上がってるんで、ワンポイントなんで出ないですね。リーフだからいつ出るか分かんない。うん、そうなんですよね。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。ZOZO マリンスタジアムからお伝え。お、同点。今日出そうだね。おーおーおー、打ち合い打ち合い打ち合い。おお。えぐい。あ、お、来たよ。お、勝ってきて。いいところで。いいところいいところ。6回の裏マリーンズ。おお、距離つ悪い。さあマウンドに上がった。福田。似てるな。外すら。なんかあれだね、まっすぐ1の3で来てる。外外れてボール。 10m 吹いてる風。うん、本当だ。よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。ちょっと高いかな、緩急で。やっぱ風も影響してるんじゃないですか。はい、おー、泳ぎます。2ボール2ストライクと追い込んでいます。真ん中に1、2、3でくれ。打ちました。この打球は落ちそうだ。取れる、落ちた。バンドヒットになりました。取っとこうよ。ベンチの期待に応えました。ブラシは下がるのってここはうまく打ち返していきました。先頭出ました。ここは強肩のですから。バンド、バンドちゃんと取りに行ってくださいね。オッケー、なるほど。で、取って、投げる。違う。ピッチャーのフィルダースチョイスになりました。あ、逆やから。投げるところが逆だからね。はい、セカンド投げたつもりが逆だからホームになっちゃった、はい、それ工藤監督も怒るで。ここは相手バッテリーがゲッツを狙ってきますから。また来ますか。ボールには注意したいですよね。そうですね。送りバントだ。あ、これっと上げてしまった。飛びついてるんだこれ。はい、得点圏での打率は3割飛んで1厘となっています。いい数字ですね、はい、勝負強いバッターです。バントしました。ピッチャー前、ピッチャーが抑えた。ほら、うまーい。おー、もう俺取得したから。もうできますね。そうそうそう。マーティン、マーティンはね、ここでここでファールを出す。初球打ち、ここは打ち上げています。つまらない。2アウト、2アウトランナー2塁1塁と変わっています。さあ、そしてバッター、ルチャンが1の3で振るからセットするから。まずは変化球、うん、インサイドバッターセカンドの左、はい、オッケ ー。さあ、これが先ほどのプレーになります。やっぱりバンド守備が効いたね。そうですね、あそこがね、いきなりホーム投げて何やってんだって感じだけど、うん、あ、早まってき、結構見逃すからね。ほら、おー、ほんとだー、言った通り。すごい、ね、伊達にあの全試合見てないから。なかなかここでね、まっすぐ1の3で来てる中でファール。初球ストライク、
基本的に角中はアウトコース中心になって打たれちゃうから、インコースでカウントを整えて意識させてからアウトコース。取れるでしょ、取れる、はい、そうそうそう、詰まるのよ、インコースはきっちりさえ投げてる。他はね、まっすぐ1、2、3で来るだけだから、はい、変化球。初球ストライクで、インコースの高めを見せてファール。アウトコース寄りの方が強いからね。はい、おお、データに忠実だね。そうですね、コナミさんもね。そういうところまでちゃんとやってるんでしょうね。でも俺がどんどんバッター の苦手なとこばっかり言っていったらこうバレちゃうもん。そうですね。まあでも仕方ないよ、これ俺が勝手に思ってるだけだから、はい、正解じゃないですからね。うん、まあゲームの中では押してるけどね、はい、あ、俺ヒーロー、おーおお、勝ちました。おファンも26人増えましたよ。微増だね、うん、マッチョ話しかけてきたよ。おー、ほんとだ。こういうリストに加わる。おい、マッチがこういうリスト、いきなり、なんかいいのくれそうですよね、うん、それじゃあカレンダーで8月までいきましょう。そうだ、イーグルス対戦してくださいよ。楽天行きたいね、はい、あ、コーナーしております。ここ行こう、うん、あ、中高校戦だからね、うん、そうですね、うん、あ、花火が綺麗、うん、すごい映像めっちゃ綺麗。人物交流、あ、選手交流、ちょっとマッチみたいですね。一軍でも全然上がれへん、何にも止まんない、全然上がれへんで、はい、相手にしてくれてへんで。そうですね、うん、数値めっちゃ高いもんな。あれ、どの人も何も上がらないんだ、どういうこと。あ、今自分がいくつでしたっけ。148。あ、みんな自分より高いからじゃないですか。高くなっていってるじゃん、はい、周りも、うん、そうですね、うん、そしたらもう人物交流、なんかラーニングが全然もらえなそうなんですよね。これどういうことですか。これ誰も上がらないってことですか。これ今自由行動日じゃないんじゃないですか。そうです、あ、そうですね、行動日じゃないので、あ、行動日じゃないから、はい、なので、ここ今次へこうしていただけると大丈夫です。あ、休日なんだ。あ、これで自由行動日、これ、あ、これでいけるんですか。マッチちょっとしか上がんないですね。そしたら牧原選手とか、あともうちょっと下の選手はどうですか。あ、これだったら2回いけるんちゃう。そうですね、これもいっとこう。でも野手しても仕方ないですよ。でもそう、もらえるラーニングが、でもこうです、渡辺選手いっとこう、はい、練習しようと。あ、ストレートのコントロール打ち上がってた、うん、給料振り込まれた、はい、でも行動できないので、うん、試合まだしてないですよね。次か、給料聞こえました。このオリンピックタイミングがカレンダーでスキップができない仕様なので、ゲーム側の都合で7月試合できなかったですね、うん、渡辺選手もう一回もう収穫たんでいきますか。そうだね、うん、ただこれが給料日ってことですよね。今疲労がなかった状態で給料だったんで自由行動ができたタイミングだったと思う。まだ一回しちゃいましたもんね、うん、あ、そうですね、すいません、
したらカレンダーで試合したいとこでできるってことですかね。楽天まで行こう、ね、行きましょう、うん、仙台だ。さあ首位攻防戦、うん、大事な時期ですね、オリンピック負けて。2位ホークスをここ楽天生命パーク宮城に迎えての一戦です。お、森選手だ。何だか先発してる。うん、ほら負けてるよホークス。結構大敗してますね。これ出ないんじゃないですか。出ないパターン、うん、これ負けたね。12対1。楽天イーグルス打ちに打ちました。打ちに打ちました。うん、さあ次全部リアルですよね。ディクソン、あ、ディクソン、巨星の騎士、密点差なんで、うん、あ、3点差、お、投げるか、これ投げないっぽいね。投げないな、あ、投げない、今日は残念。騎士投手完封だそうです。うん、いい、すごい、うん、でも戦が11勝3敗だってる、はい、すごいですね、うん、そしたら次どことなるんだ。ちょっとロッテと戦ったからね。あ、全部戦いましたもんね、うん、じゃあオリックス行く。オリックス行きましょうか。失点するとは。出番ない感じですね。なかなか出えへんな。出ないですね。どういうこと。やっぱいい僅差の勝ちパターンなんじゃないですか今。そうなの、はい、そんな出世してんの、うん、多分。右上に今どういう起用を自分がされるかっていうのが。あ、でもワンポイント、ワンポイント、ワンポイントなんで、この競ってる試合とかでここぞという時に出るんですね。出ることが多い気がする。ワンポイントですかね、もう座り疲れたよ、こうやってもうブルペンで。そうですね、まだみたいな。まあ大事なところに出てきますから。接戦してほしいですね。中何日だよっていう。うん、お、接戦接戦。お、あるんちゃう？うん、出そうですね。さすがに。うん、これ出ないと怒っちゃうよ。あ、でも3点開いた。おー、ない。疲れよ。どういうこと？ですね。でも疲労溜まってますからね。うん、だからストレス、うん、使ってくれない。全然そうですね。京セラドーム大阪です。さすがに出たいですね、そろそろ。お、1点差。1点差、1点差。あー。大差開くと出ない可能性が。はい、出ません。観光隊長じゃん。大阪、あの1試合も出なかった人を言う、はい、観光隊長っつって。あ、そうなんですね。観光する人ってことですね。だから1試合出てないから、うん、もう観光しに来たなっていう。だから観光隊長って言われて。隊長。そうなんだ。8月も試合できますね。これ最後よ、うん、あ、そう、31日がある。ここが勝負ですよ。そしたら5月に試合しよう。また安楽投手だ。地方球場これ。そうですね。どこだったんだろう今。首位イーグルスを。地方球場。小宮山悟さん、里崎智也。い
ーグルスはしばらく地方球場弱かったんですよ。そうなの、はい、先生だよ。お、来た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 、やっと来たよ。もう休み方で俺もいいピッチングできるか不安だよそうですね。田中和樹、田中和樹がね、何でも言ってくるから、初球はチェンジアップ。ランナーいるよ、ピンチの場面。本当だ、二塁だ、ファールで。そう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 、でね、何でも振るからね、これ高めのボール球とかね、振りやすいね、田中和樹。高め、際どいがボールになります。高め見せてからのチェンジアップで、セカンドゴロ。チェンジアップを見極めます。ボール見極めすぎてるやつは外からスライダー。もうちょっと、はい、あー、アウトにしたから辰巳選手見られなかった。だってそれはもう俺の配球が完璧だからね。今ネクスト辰巳選手だったのに。おー、ほら見たかったな、ね、ナイス。もう熟知してるから。あ、もう一回行く。お、見れた、見れた。顔めっちゃ似てんな。似てますね。辰巳はね、初球なんで持ってくるよ。結構初球から積極的だから。だからチェンジアップで。最初は変化球で。ちょっと足開き気味やから、ちょっとインコース狙ってんな。じゃあ外からのスライダーでカウント取ろう。引っ張った。これはどうだ。ほら、抜けてるよ。取れたろ今。最近あの調子上げてきてる、ね、4打席連続ヒットって、はい、盗塁めっちゃしてるやん。本当ですね。ここはうまく打ち返されてしまいました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど、ちょっとここ牽制いるとこ、そういった配球で攻めてくるのか、ね、大地頑張れ。ファーストが取る。ファーストアウト、ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。茂木、茂木は結構積極的に振ってくるからね。茂木、どっちの応援してんねんとイーグルスの時はちょっとイーグルス。はい、詰まった。さあ面白い当たりになった。狙い通り。インコース詰まるからね。2アウトランナー2塁となりました。浅村、お、浅村もね、もう2塁にいますかね。いや、怖くてもインコース行かなきゃいけないのよ、しっかり、うん、そうじゃないと抑えれない。初球から力いっぱい投げ込んできます。次が2球目。そう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 。でね、低めにチェンジアップで誘う。チェンジアップを見極めます。振らなくて。はい。あれ？抜けたー。抜けてるよ。まあまあシングルオッケーよ。そうですね。浅村はシングルオッケー。これで一塁三塁とされています。ここからどう。あ、ディクソン。ディクソン。ディクソンはもういい、楽勝でしょ。そうなんですか？うん。最近ちょっと調子上げてきてるけど、うん、そうですね。初球ボールになりましたけど、あの高めがね、好きなんですから、いくと思いますね。だから低めについていけば、ね、コントロールしたいところ。はい、詰まった。いや、抜けたー何しとん守備。ちょっとあれですよ、同点になっちゃいましたよ。本当は島内、お、島内、昨日ホームラン打ってるからね。はい、いや、昨日すごかったな。変化球打った。ファーストが抑えた。そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。さあ、先ほど失点しましたけど、まあまあ仕取ってるけどね、うん、すごい投げますね。俺すごい投げるね。あのワンポイントの割に3回投げてますよ。めっちゃロングリーグじゃない。しかも久しぶりの登板なのに、はい、どういう起用法、怖いわですね、うん、はい、ショート、OK、ショートが取る。アウト、ワンアウトです。打席には太田はね、アウトコース寄りの方が強いね。結構ドアスイング気味にバットが出てくるからね。インサイドのコースは詰まるよ。2球目は何で来るか。インサイド、センターへ伸びがありません。詰まってる、詰まってる。ここはフライになっています。はい、オッケー。センターサイドで2アウト。これはもう予定通り、うん、現在のピッチャーの状態。打席には田中和樹はもうね、初球から振ってくるから、はい、アウトコースのチェンジアップをバットの先に当ててセカンドゴロ。打ちました。ほら。本当ですね。ね。すごい。もうランドも入ってっから。へえ。各バッターの長所短所は。勝ち越した。俺勝ち投手じゃん、じゃあ。あ、そうかも。ね。うん、ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。連勝が勝ちとなりました。マッチョ。マッチョ本番。いや、小宮選手が本当に本当だ。
同点に追いつかれながらも、そう、あの劇場型でね、うん、自分で作るっていう、はい、なんか買う？あー、結構所持金ありますね。ねえ、はい、どこで買えるの？プライベート、アイテムショップ行きましょうか、うん、なんか買ってみる。これ何ですか、30万の下の、うん、これあ、テーブルか、リビングテーブル、車、自チーム選手1人でいい、効果1回き、ファンがわずかに出ますトレーニング買う？そうですね、球威を強化します、所持金結構ある、あ、でも500万もするんですね。そうだ、結構高い、高い、球速強化する、そうですね、球速大事って言ってましたもんね、うん、球速も球威もありますけど、球速でいいですか？球速上げ、はい、500万の特製チューブ、はい、高い、そんなに効果があるってことですね。ね。フォーム戻ってきました。フォーム、よし、次どこと試合しようかな。どこがいいですか？ファイターズしてないよね、まだね。してないですね。うん、お、首位になってるよ、ホークス。あ、本当だ。噂どうした？もう試合に出られますようにっていう感じですね。そう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 。しかもワンポイントって言いながらロングリリーフもあるから、ね。はい、さあ出るかな？出るかなって見なきゃいけないからね。うん、そうなんですよ。勝ってるけどいいんちゃう？出るんちゃう？おおおおお。ここら辺よ。ここら辺出なかったら危ないよ。うん、ああないかも。お、来た来た来た。大事な場面で来てますね。ホークス、ここでピッチャー。しかもランナーいるよ。やっぱワンポイント起用だから、ツーアウトワンで。誰や？一塁。あ、シンです。うん、これまあホームラン打ってたらしょうが。これはもう、アウトコース中心で OK やと思った。初球で終わったわ。はい、OK。へぇー、あ、もう簡単に仕留めました。9。長いイニング投げさすね。あ、野村。結構変化球もついてくるからね。アウトコース見送ってストライクです。チェンジアップ外れました。インハイでファール打たしてからの最後外スラカチェンジアップいくよ、はい、打っていた、あ、ファール打たしてと思ったらアウトだ。いいねいいね、ファールコースで抑えてワンアウト。しかも初球はね、外スラで簡単にストライク取れるはず。これが1球目。そんな振ってこない、外スラは。最初は変化球できました。で、チェンジアップで、すごい頭に入ってますね。もし1位の3できたらセカンドゴロ。もし振らなくてボールでも OK。これは切りました、ファウルボール。今ので言うと、結構まっすぐ1位の3で引っ張り気味だから、わざとイン入って詰まらす。ってくれたらラッキー。3球目見送っています。今の見逃し方はタイミングがチェンジアップ系によってるから、もう一回続けても大丈夫。すごいリードの心の声を全部聞いてる感じですね。今いいとこだけど見逃したね。まあでもチェンジアップはいい感じで打たれたから、スライダーを膝元に入れて意識の変化、高めから低め。お、やっぱ変化球タイミング合ってたな。まっすぐインコース3球続ける、アウト。お、ナイス守備。おお、守備いいね。インコース3球続ける勇気なかったな。まっすぐやっぱ変化球だった。直球破壊王子だからね、はい、まずはチェンジアップで遅めで。
そうそう、まっすぐ1の3で来てる。でまっすぐ1の3で来た時に今度変化球意識してるから何気にまっすぐは見逃したりするんだよ。へー、2回連続まっすぐ1の3なかなかないからね、さすがの直球破壊王子でも。ほら、ちょっとね、本当だよ。俺がなんかリードの勉強 やってるみたいだね。そうですね全部リードの心の声聞いてますよ俺勝ち投手じゃん、またほら、あ、本当だ。でもヒーローには呼ばれてないんですかね。うん、ほら、5勝2敗で結構勝ってんじゃん、うん、ファン結構増えてますね。球速上がった、うん、スターレベル10はすごいんですか。どう走り出しぐらいですね。ああ走り出し、お、始球式にタレントさん来ると、うん、誰、高間さん、あ、木島さんです、ね、木島さん、木島さんあれだよ、俺のプロスペースの今秘書だよ。あ、そうなんですか、うん、へえ。斉藤和美さんは結構あのご出身で、うん、あの彼女とデートするために500万円の車買ってましたから。そうなの、はい、車がないと嫌って言われて、はい、ドライブできないでしょみたいな言われて、いや、じゃあハイヤー呼ぶかって言ってそんなお金ないですよ次あれか、じゃあカレンダーで行動日まで、はい、人物交流にさ、木島さん入ってるんじゃないですか。あ、そうなの。お、ここ一気に増えてる ね、 そうですね、増えるよ。俺、自分が上がってきたからかな。せっかくだから渡辺選手も貯めたいけど、渡辺選手あと2回行かなきゃいけない。そうですね、これ、はい、まあ、一回行ってみる、どんな感じか。あ、まあ、佐藤さんもこう行っちゃいますか。だって見たいでしょ、みんな。俺は視聴者のために行くだけだよ。俺は本当に選手、本当は選手行きたいけど。そういうことですか。うん、じゃあ行っちゃいますか。うん、どんなもんかね。電話番号知ってるっていうことがすごいよね。そうなんですよ。うん、どうしたんですか。ほらほらほら、やっぱあの木島さんはドライブデートが好きなんですよ。うん。うん、事務所から言われてるんで。うん、なんかです。じゃあやって意味、やった意味ないや今。でもだから選手行っとけばよかったんじゃないですか。じゃあ選手行こう、ここで大体いきなりデートですかって言う自分からって行かないですね、なかなか、ね、でもここの2人だったらもう1回目、次行ったら、まあいいか。あれ、行動2回して大丈夫ですか。大丈夫です。いいですか。そうですね、ピッチャーのスキルもらった方がいいですね。で10月まで行きましょう。どこやってない。いや、全部やりました。オリックス試合してなくない。した、して、あ、見てないですね。オリックスはね、試合してない、まだ出てないですね、うん、はい、出番なくて、うん、観光大長だからいつも大阪は、うん、大阪はノリモトという人はまた、うん、活躍してますね。負けると順位落とすかもしれないから、 0.5 ゲーム差だからね、うん、京セラドーム大阪からお伝えします。大事ですよ、うん、パシフィックリーグ公式戦、電話来たよ。お、6回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドに上がった吉田、早速吉田はね、はい、初球はね振ってこないからね、あのストライク取れる、見るタイプなんですね。そうそう、初球からはね、今プロ野球の中で一番振ってこない。うーん、
ほら、ね、本当だ、見た。あの三振が一番少ないから、多分初球から振ってこなくても、追い込まれてからもそんな危機感ないから、うん、初球からあんまりランナーいないときバタバタ振ってこないんだよ。へー。チェンジアップは入りません。ここはね、怖さに負けないでインコースしっかり投げないと打ち取れない、うん、勝負、このボール、ワンワンからインコースが勝負。おっ、落ちました。オッケー。こうやって怖さに負けないでインコース投げれるかが勝負なんだよね。いい岡田はね、初球外すらはね、振らない。最初は変化球持ってきました。今度は同じスライダーを膝元、空振りもしくはファウル、ボールオッケー。打ちました。今宮。ちまった。ツーアウトになりました。いいね、いいね。ラオウいないですかね。まだいないね。いないですね。ジョーンズはね、あのインコースはね、詰まるよ。ちょっとスイング鈍いからね、日本に来てからまだ。アウトコース寄りの甘めの方が怖いよ。お、打ち上げました。打ち上げ、これは、ね、詰まったでしょ。本当だ、詰まった。ね、ちょっと緩いから詰まるんだよ。そこだよ、これ全球だ、言えてよ。はい、そうですね。いや、頭入ってますね、すごい。中川は。こう、買い股に。うん。こういうバッターはね、初球1位の3で切りがちだからチェンジアップ入る。初球ストライク。まっすぐを、うん、これが2球目。そう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 。はい、で同じところからスライダー、ボール。ノーボール、ツーストライク。スライダー外れます。じゃあ今度は同じところから立てないか。もうインコースいらないよ。外の出し入れで大丈夫。打ちました。詰まりながらもセンターへ。はい、柳田抑えてワンアウト。打順は8番。若月もね、まっすぐ1の3のところからね、初球は変化球入る、はい。初球ストライク。で、インコース使って、まあ1回ここで行けるところで使っておけば大丈夫。インコース外れてボール、はい、で OK、 意識させたから今ので打ちました。このフライはヒットになりそうだ、はい、大丈夫です、今インコースが効いてるからね、はい、打順は9番大城。大城選手、大城はね、どっちかっていうとインコースの方が強いからアウトコースの出し入れで OK。 アウトコース決まってストライク。立ち遅れしてんな、まっすぐ。これは続けていく。いいボールでしたね。はい、低めのストレート、ストライク。あっという間にツーストライクです。ボールになります。で、高めに行って、外ばっかり行ってか、チェンジアップと見せかけて、はい、インコースのストレートで裏返って見逃し三振。もしくは詰まって、内野ゴロ。ほい。おー、三振。高めで次変化球で見せといて、まっすぐ4球連続っていうね。なるほど。そうそう。残念ながら勝ちました。プロスピード使って俺のリード講座してるような感じ。みんなふむふむと思いながら。お、山にもしてる。こういう行動、行動に後に1回、柳町選手の下、ね、あと2回ですね、うん、どこ行っちゃいますか。矢野さん、うん、矢野さん行こう。スキル。
これで10月終わり。もう試合しましたね。あ、そしたらシーズンが。じゃあ最終戦行く？最終戦、はい。マジック出てるよ。うん。お、減ってる減ってる減ってる。あ、優勝。あ、優勝した。試合します？うん、最終戦だからね。そうですね、うん、もうだって優勝してるから調整試合。はい、福岡ペイペイドームです。パシフィックリーグ公式戦出るか分かんないですね、うん、勝つチームにしとかないとクライマックスシリーズ出れないしね、うん、確かに。あ、これもう全然出えへんな。あ、本当だ。もう圧勝ですね。こんな点取るかっていうぐらい。あ、出てきた。あ、まあ、クライマックスのための調整ですかね。そう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 。6勝4敗結構頑張ってんじゃん。はい、ルーキーですからね太田、うん、太田はね、あのアウトコースしますよから。結構あのプルヒッター引っ張り系だからね。うん、打ちました。ピッチャーゴロ。今宮。結構振ってくるからアウトロー行けば先に当たるからバッて。中田今年調子悪いけどね。中田はね初球カーブあんまり振ってこないんだけど、うん、カーブ持ってないからね。チェンジアップからでしょ。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インコースに高め。使ってファウル。持ってきましたが外れました。でもこれ、ね、2球続ける。高めと低めでどうせ最後は外勝負だから。引っ張った。取った。取った取った。低めに投げてるからこそ打球が上がらないでアウトにできる。でロドリゲスはねちょっとあんまり出場してないしデータ不足だからよくわかんない。わかんないですね。わかんない時どうするんですか。いや、わかんない時はもうアウトコースの出し入れだから。うん、そう無理してインコース行く必要ないじゃん。うんうん、行ける時だけインコース行って、でとにかくまっすぐをできそうだから変化球でタイミングの様子を見る。でこういう風にもう一塁三で来てたら、うん、同じ球を低めに投げて、まあ、振ってくれたらラッキーだし、うん、まあ、振らなかったもタイミングだけ見る。アウトコースのちょっと今踏み込んできているのが見えたから、はい、ここで、まあ、どうせ最後はアウトコースだから、インコースの際どいところに行って意識だけさせる。そうそう。スリダマでしたけど、見極められましたね。外のスライダーで。できません。外れています。今のは振らしに行ってないからね。ここは振らせに行くよ。見逃しです。内が効いたね。本当ですね。ソフトバンク内に打ちました。大量リード。大量得点。リード簡単やろリード。ええ。え、聞いてるとはぁはぁはぁなるほどって思うんですけど自分じゃできないですね。聞いてるとふーんと思うんですけど、あとはもうそこにピッチャーが投げるかどうかだけだから。でもデータ必要じゃないですか。この選手はここが苦手で得意でとか、うん、そうそう。で初めて対戦するときはああいう感じでやると打ち取りやすいよね。うん、どんどんみんな話しかけてくる。そうですね、うん、でもこういう貯めるの結構大変ですからね、うん、でも毎週やったらいけちゃう。毎週やったらそうですね、できそう。だって1週間でとりあえずは一緒のやつやったら全部たまるでしょ、うん、あ、今回縛りがありますからね、うん、1ヶ月に1回って。これここ何もないと交流したらどうなるんですか。ですね、ここ今こういう多分選べないので、あ、できなくなってるんですね。今コード日じゃないとできない。ああ、そうな。じゃあもうずっと進めるだけですか。あ、テレビつけたら木島さんが出てたと。神戸の魅力だよ。はい、ファッションショー。どういうこと今の、うん、どういう情報。え、あのテレビで活躍見れて嬉しいなってことです。そうなの。はい、車買えるよ。買えますね、うん、カレンダーで多分。あ、行きます。で11、あ、クライマックス初戦があるので、クライマックス初戦行きますか。優勝してるのでないの。あ、ないや、2日まで飛ばすとか、ま、次のやつだけどうしようか。あ、いいですか。お、楽天、うん、
じゃあそしたらじゃあ初戦からいきますか、うんうん、おー、則本投手だ。日本シリーズ行かないといけないからね。そうですね、うん、イングルスも行ってほしいですよね。そうなの、うん、どういうこと。お最近則本投手いいですからね。いいよ、うん、でも前半から良かったよ、投げてる球はね。あ、そうですね、うん、あら、勝ってる試合できた。お超いいところだよ。本当だ。おー、しかも朝も、おー、めっちゃ打ってるやん。よし、ここはもうビビらないで、インコースはもう絶対投げなきゃいけないから37本ホームラン打ってますよ。高めだけ禁物、うん、低め初球行けるときにインコースいっとこう。そう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 、いや今の見たらもう一球いけそう。タイミング的にはもうちょっと厳しく。次が2球目、ビビッと終わりよ。インコースボール、外行くと見せかけてもう一回続けよう、うん、ここは覚えてて。そんでアウトコースにチェンジアップ振ってくれたらラッキー。外外れてボール。今の見逃し方迷うな。スライダー同じ高さから今度は横に。オッケー、いいよ、完璧リード。ウッチーだ。ウッチーはね、まっすぐ1、2の3で来る感じだから、まず初球は変化球でカウントを取ろう。まっすぐ1、2の3で来たら変化球頭に入ってるって言って、うん、ちょっと今迷ってるから、はい、こういった時にまっすぐ行くと振り遅れたりするんだよね。いいボールですね。リンはもう迷ってるからどっちつかずになってるところで、はい、同じ高さからチェンジアップを落とすと振りやすいんだよね、うん。お、抜けたよ。ちょっと甘かったかな。同点のランナーを出してしまいました。頑張ってるからな。ランナー1塁、厳しいコースだったんですが、さあここでイーグルス。下鶴大輔。6番バッター。行くぞ。そこはそこつらかる。空振り。改めてお聞きします、このディクソンどういったタイプのバッターでしょうか。アベレージよりも一発の存在感がある、まあ、外国人によく見るタイプですよね。なるほど、そうレフト線、これは大きい。あぶねー、ファウルだ。まっすぐ来てるね、うん、チェンジアップ。おお、ちょっと緊張してるね。ボールなー。一番頭にないインスラ。これが6球目。見逃し三振。頭にないから。うん。来ると思わなかった。うん。あ、勝ちました。初戦勝ったの。うん。ホールドついてた。はい。クライマックスどうなるか。じゃあちょっと日程飛ばしましょうか。そうだね、2戦目はスキップしよう。どうなの。おー、ホークス負けてる、1勝1敗。あ、球速以上上がってる、うん、これだって1試合ずつ見ていかないと勝ったかどうか分かんないもんね。そうです。あ、ゆげ投手先発、武田とゆげ、はい、ゆげ頑張ってんじゃん。怪しくなった、登板しよう。そうですね。おら、あら、ゆげ勝ってる。原島セーブだよ。そうですね、うち、ん、だってたな、和樹。どっちにしても出番ないもん、うん、さあ、あ、次マー君だ。お、お、マー君、さあどうなの。どうなる？おお！もうあと連勝するしか後がなくなるって言ってたんで、うん。ボロ先発としてん、枠痛い。
ちょっとブルペン待機しよう。出番あるかどうか分かんないけど、そうですね、勝ってないと出番ないから、はい。福岡ペイペイドームには大観衆が詰めかけています。ホークスが開幕戦勝ってから連敗中だよ。うん、接戦、ホーク1点。おお、接戦。うわ、来た、来た。しかもランナー2塁っていう超ハードな場面、ワンアウト。どんな場面、アルチだ。さっきチェンジアップやられてるからね。インコースをストレートから入る。初球いいところに決まりました。お、センターフライ。ピッチャーが決まってる。送球する。初戦やられてるの覚えてるから、ね、すごい、何やられてるって覚えてるんですね。ディクソン、ディクソンなんかチェンジアップ系。まずは変化球から入りました。インスラ、だからインコース意識出るはず。外れてますか。はい。ストレートわずかに外れてボール。ここで同じところから。はい。セカンド正面。一塁アウト。これでスリーアウト。よし、ピンチ脱出。うん、踏ん張ったよ。いい仕事した。先ほどのプレーになります。インスラ。いただきましょう。同じようにやられちゃったね。インコースまっすぐ。酷使するね。うん、田中和樹。あのシーズン中はね、チェンジアップ多投してるから。変化球意識強いはず、うん、インコーストレートからカウント。1球目狙っていって当たりません。甘いよ、もうちょっと厳しく。これが2球目。続けていいよ、振り遅れてるから。2球目打ちました。さあどうだ。これは、あ、抜けた。どこを持ってんねん。先頭バッターを出してしまいました。シングルヒット。ライトフライやったわ。ここはうまく引っ張られてしまいました。乗った瞬間絶対ライトフライやと思ったけど。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。あ、バントじゃないんだ。走ってきませんね。バン、あー、来た来た来た。さあ、2球目は何か。送ってきた。左方向へ転がした。間違った。一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンナウト。1対1だ。おお、おお、勝ちました。勝ったね。もう繋がりましたね、うん、今日勝った方が日本シリーズってことですね、うん、アドバンテージ一緒あるからね、はい、あ、塩見、はい、塩見杉山先発。うーん、やっぱ俺の救援にかかってんじゃん、このチームは。やっぱ俺が抑えたかっていうからね。あ、そうですね、うん、やっぱり福岡ペイペイドームには大観衆が詰めかけています。さあさあ、まあ出番があるか、大事な試合で。お、先生、お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 、取ったり取られたりの好ゲーム。お、お、ほら出てきた、きた、お任せ。さあれか、またタイトな、タイトなとこばっかり出すな。あとロストレートから、今回は打ちました、はい、前のね、一打、あのファーストステージの初戦に、あ、じゃあファイナルの初戦、インコース意識させてたから、ね、はい、あ、そっからも繋がってるんですね、ずっと繋がってるから、うん、ディクソンはもうインスラばっかりにやられてるから、インコースめっちゃ意識あると思う、はい、ピクつくよ、初球から。初球は、ほら、ほら、もう、もうあれだよ、迷ってるはず。で、今度は同じところからチェンジアップ落として、ファール打ってくれたら、緩いボールできました。インコース見つけさせておいて、さあ3球目は何か。最後はインコースで絶対落ちるから。うーん、おー、意識高いねインコースもうピクピクしてるよ。ちょっとやめた、今のファール、今の素振り見て、外スライダー、ファウルになります。ほら、もうめっちゃあれだもん、インコースすごい意識してるもん。今のも開いてバット先当たってるもん。これインコースって危ないよ。本当だ。じゃあ、このところから高さ低く落とそう。もうインコース超意識してるよ。ポイントもがっつり前だもん。ほら、おほら、もう反応も見えてるからね、もう。あれ、最初のあの前のインコースもすごいめっちゃ効いてるからね、スライダー。さっきインコース打たれてるから、もう来ないやろうと思った時にインコースストレートね。で、もうやめとこう。詰まりながらもライトに運ばれてるから、前の試合で。
アウトコースのチェンジアップ、外すらカウント取る、チェンジアップ意識あるからね、多分手出ないよ、はい、いいボールですね、はい、アウトコース変化球が決まってインハイでこう何でも振るからね、空振りもしくはポップフライ高めのボール、ほら打ち上げたポップフライでしょ、はい、すごいゲームも本当になんか忠実に作られてますね、そうそうそう、もうまだ投げんの、もう交代でよかったやろ、こんな大一番でそんな酷使する、めっちゃ信頼されてるってことですよ、小深田、小深田はね、インコース寄りの方が何気に強いからね、アウトコース初球わずかに外れてボール、ちょっとタイミング立ち遅れしてた、追い込まれたら反対方向意識してくるから、だから2ストライク後はインコース、ボール、スリーボールじゃん、はい、これはもう甘めのチェンジアップってカットだろ、仕方ない、こういった時のチェンジアップよ、ここは1球見ました、でここら辺でインコース、もうアウトコース来るとしか思ってないから、甘めでもいいよ、どうせ詰まるから、絶対ストライク入れてきました、ボールダッシングからカウントまで戻しました、同じところから今度は曲げる、これでもう打ち取れます、詰まってセカンドゴロ、バツゴロか、まあまあいいでしょう、予定通り、太田も外の出し、万が一インコースって力あるからね、一発だけ注意、初球打ち、ここは打ち上げています、いいよ、おー軽々ツーアウト、うん、島内はね、チェンジアップもあんまり見て拾うから、ちょっとね、初球はね、アウトコースの速い球、あの、反対方向のヒット OK だから、引っ張られないようにしなきゃいけない。で、今のを見せてからね、そしたら、同じところから、これでカウント取れるはず、目線のズレで、おボールだ。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、解説の里崎さんがいいボールでしたねって、いやめっちゃいいボールだ今もうここはチェンジアップでカウント取ろう、ここはもう振ってこうへんやろ、打ちました、おラッキー、あー自分で、はい、オッケー、スリーアウト、いい配球です、うん、お結果は胴上げー、ほら来た、日本シリーズ進出決定、日本シリーズ決定、俺いるかな、混ざってるんですかね、この浅村選手、この顔よ、リアルこんな感じですもんね、選手そうそうそう、マジリアルつもり握手しに行ってんだ、うん、やっぱり強いと思いますよ、まあ、本当にいいチームだと思います、悔しがるかな、リアル、こういうのリアル、万歳三勝が始まっています、さあそして監督の胴上げ、何残念がってんねんっておかしいやん、ちょっとこうリアルな感じで見ちゃう、おかしいやん、いやいやいや、めっちゃ残念がってるやんいやなんかこの姿見たなと思って、うん、よく見る光景だ、はい、俺おらんな、そうですね、うん、おヒーローショー、うん、新人王いけんじゃん、新人王はちょっといけないんじゃないですか、カズミ日本一になってた、あそこ日本一になってないですね、なってないでしょ、うん、あ日本シリーズですか、うん、またやまたや、はい、また映ってるよ、また見てるよ、またあの神戸の看板です、うん、同じ再放送じゃんこれカレンダーで日本シリーズいきましょう、うん、あれさ今の絶対再放送だよ、ジャイアンツだ、ああいうコーナーがあるのかもしれないですよね、でも一緒の内容だって、はい、絶対再放送だよさあ、はい、日本シリーズだ、昨年度、はい、4立てだからね、うん、姿おお似てるな、初戦大事よ、はい、いよいよプロ野球の王者を決める戦い、日本、ウィーラーみたいな、ウィーラー、いいね、いいね、出番ないんじゃん、俺
あ、なさそう。ね。うん、あ、なかった。完封、完投だもん。はい。千が。ソフトバンクホークスが見事勝利を収めました。じゃあ2試合目ですね。あるのか4立て。ゲームも、ゲームの中も。ちょっとデジャブみたいな。どこ？うん。どうなの？4立てしちゃうの？福岡ペイペイドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ。おら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 。ちょっとソフトバンク強いな。あ、出てきた。来た来た来た。また、またランナーいるや。うん、坂本。坂本はもうね、インコースはマジ危ないからね。はい、得意なんですね。めっちゃ得意よ。バットのあの出方はすごいからね。うん、アウトコースの出し入れ勝負するしかない。オッケー。大丈夫、俺取り行かなきゃいけない。取ってくれました。オッケー。よかった。おー、結構めっちゃ大事なところに投げれてる、ね、とこ入ってっちゃうね。すごい信頼は得てます ね。次へ。さあ東京来たよ、はい、東京ドームに。お、カレンダーの撮影でドーム使ってるらしいです。すごいね、はい、仕事見たらそうです。うん、そうなんだ。でも車持ってないからねサンチェス。東京ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ。ゴロース、まだ戦勝。おー、ほんとだ。あ、あ、接戦よ。おーっと、逆転。おお、さすがのジャイアンツもここは取ってきましたね。さあ、2勝1敗に向けた第4戦。移動と。東京ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第4。あ、お、ジャイアンツ。おお、ジャイアンツ強い。お、あ、でも取り返してる。あ、おー、あ、おっと、おっと、おー、おー、ジャイアンツ2勝2敗。2勝2敗いい勝負だな。さあ、本拠地で、相手の本拠地で一回勝っときたいよね。うん、そうですね。とんないとリーチだからね。うん。東京ドームには大観衆が詰めかけています。ここ取れるか取れないか大きいですね。でかいね、でかいね。あら、おっと、おおっとっとっと、おお、どんな試合、どんな試合、すごい試合、どんな試合。いや、お互い気合入ってますよ。おおっと、おお、大事だ、ここで失点したら重要だね。重要で、あ、ビーラー、ビーラー、かわいいな。ビーラーね、アウトコースの高め強いからね。初球インコースで、行けるときにインコース使っとかなきゃ、ゴテゴテ振る。ライト方向流しました。これはどうか。フェア、え、え、抜きました、うん、ど、嘘、今打ち取ったやん。さすがウィーラーちょっと勢いあるんでね。どっちの応援してんねん、さっきから。ウィーラーは応援してる。おー、どうで、おー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 、取った、取った。おー、9対8。さあ、日本一かかってますよ、リーチですよ。俺、あのウィーランの 1打席でわ本当のワンポイントだったね。はい、
でも方程式の一角になってるよ。あ、本当だ、すごい菅野。うん、ここで決められるか。福岡ペイペイドームには大観衆が詰めかけています。大観衆来るでしょう。うん、おっと、もつれんのか。うわ打てない、うわ打てないね、3安打、うわ打てない、うわ完璧に抑えられてる菅野に、完投、完璧に抑えられた。さあ、さあ最終戦、まあ、俺の出番がないと勝てないからね。最後はありそうですね。あるかな、いい試合するんじゃないですか。さあ戸郷対泉、おい紫やで。本当だ、危ない。打線は好調だけどちょっと絶不調だぜ、うん、早めの、あ、俺早めの登板あるんだから、6回ぐらい、6回、うん、6回ぐらい用意しよう。そうですね、うん、ほら、おっとほらもうほら調子悪い、ほらほら早めの登板あったやん、ね、ほらもう予想通りよ、もう確かに5回ですね。ウィーラーね、まっすぐ詰まってるから、うん、あの時もただね、ラッキーヒットだからね、だからこれも詰まらすよ、インサイド、どうだ、詰まってるから、レフト掴んでワンアウト、きっちりきっちり。こちらがテームズちょっとあの出場1試合でアキレス腱切っていなくなったからちょっとよくわかんない、ね、うん、そうですね、ノーデータだね。初球空振りです。ノーデータの時はもうアウトコースチェンジアップで見てまっすぐ1の3で来てるから、うん、うわー振ってきますね、まあ、これもね続けていい、ね、その代わり高瀬君もねタイミングがあったら困るから、外外れてボール、でこれもチェンジアップ意識させたから今度もインローのストレートで見逃し三振するよ、もうきっちり見逃し、うん、それが振り遅れの着払い三振で、いつもね、うん、チェンジアップ3球来てるね、はい、よしか外空でまずこれは簡単にカウント、初球時、うん、これか、自分あ、ちょっと、あ、OKOKOK、 もう分かってるから、キャッ、回飛んできてよ、そうです、あれからだったらね、あ、ほら、まあ貝またぎ銀次郎、まあ、銀次郎はねもう変化球よ、基本的に外の出し入れで OK、 最初は変化球できました、次が2球目、そうそうそう、いいとこ投げてきますね、はい、外のストレートがストライク、ワンボールツーストライクです、ボールになります、でもう意識させたでしょ、これでインコースね、はい、詰まるよ、次が4球目、もう外行くやろ、もう外でいいですよと見せかけてインコース一発勝負で、はい、お、見た、今絶対ストライクだった、振ってなかったのに、うん、これでも今の見逃しで分かったよね、あ、もう外でしか意識してないんだなっていうね、だからもうこれはね続けていけますよっていうサインだよね、うん、おっとこういうのが困るんだよね、ピッチャーが本当俺のリードは完璧なのにさ、ピッチャーが投げ切ってくれないからで、そこからインコース曲げるからで、見逃す、おお、もう今外でしか意識してなかったから思い通り、うん、神外、速い球、ファール、両取りコース見送ってストライク、立ち遅れしてるよ、続けて OK、 いいコースだったんですけどね、はい、外のストレートわずかに外れてボール、外れてますか、はい、低めわずかに外れてボール、これね変化球来ると見せかけといて、うん、で打ちに行くんだよね、裏をかいて、へー、インサイド落ちました、そうそう、詰まるな、外意識してるから、うん、あれ、うちもあんのって意識したい、あの1球で意識したから、うん、このチェンジアップで空振りもしくはセカンドゴロ、から、あっ、これはどうだ、ほら、うん、セカンドゴロだ、ね、うん、打順はトップに返す、梶谷、梶谷はね、ちょっと引っ張り系だから、このインコースのスライダーをわざと投げてファールを打たす、
もうちょっと厳しく、まあ、振らなかったからラッキーファール集まった、よし、はい、おー完璧完璧、2回ちゃんと投げましたね、うん、あーこれ負けちゃうかな、読売ジャイアンツリベンジされちゃった、ジャイアンツの優勝だ、日本一だ、うん、あそれはもう原さんも喜ぶわ、うん、あそんな顔になっちゃうよね、マッチプレスそうだ、うん、誰が一番最初に監督に一言来た、誰や誰これ63番誰だ、うん、まあ、特にねチームの差っていうのは感じないですけどね、まあ、気持ちの問題ですかね、まあでも俺はちゃんと仕事したよ、まあそうですね、うん、年俸は上がるんじゃないですか、それは上がるやろ、うん、全日程終了です、終わりました、うん、ほらお新人王、最優秀新人、おお。そりゃそうやろ、すごい、まあまあルーキーであんだけ活躍してたら、したら、そう、しかも勝利の方程式入ってんだよ、そうですね、うん、何、まあ、1回に5落ちしたけどね、はい、頑張ったよね、うっすら上がってきましたから、うん、ああすごいすごい、新人王、はい、警部100さあ年俸どんぐらいかな、1500万でしょ、でもこの活躍だったら3000やな、倍倍倍、ま、まずちょっと現役を続ける意がどうかあるか確認してください、いやちょおかしいって、これ聞かれるんですか、こんなの聞かれるわけないやろ、聞かれるんですか、だって続けますっても、はい、いやクビですって言終わりやで、そうです、うん、ここで引退するにしたらどうするなるんですか、そこで、選手の育成で完了して登録っていう、あ、まあまあそりゃ3年で、うん、それはでもそれは来年も現役で希望でしょ、そりゃそうです、うん、そりゃそうやろ、1年目から引退しますって聞いたことないよ、ね、3000万、うん、65試合も投げてんだよ、そうですね、でリーグ優勝やろ、はい、いやちょっと私斎藤和美さんの時のものを見ちゃってるんで、うん、私大体どのぐらいかなっていう予想はできてるんですよ、じゃあどのぐらい言っちゃっていいんですか、うん、1億、そうなの、ちょっと見てみましょう、あでも防御率とかある、そうかそうか、でも加瀬さん最高勝率も取ってたからな、おああやっぱ結構シビアにね、あれですね、全然いいんちゃう、十分ちゃう、いいですね、でも斎藤和美さん1億1000万いってました、タイトル取ってたでしょ、あはい、最高勝率と新人王取ってました、先発でしょ、はい、俺リリーフだから、リリーフでいきなり1億はちょっと難しいですね、無それは無理よ、なかなか、うん、十分でしょ、いやいやすごいです、でもこのアップは俺矢野さんとやっ、はいはい、自分のデータのやつやってたやん、はい、あれ来られちゃう、交渉お上がる、うん、ちょっと上がってよ、もうちょっとすごい、ほら矢野さんとやってたから、はい、よかったですね、よかったよかった、うん、次の方が500万、大きいよ、大きいよ、矢野さんやっぱり仲良くしてるだけあったね、うん、そうですね、引退してるよ、これちょっとリアルにこう引退選手が挙げられるっていう、岸引退してんで、嘘でしょ、斎藤優ちゃんも引退してる、藤田さんとサブちゃんとかまだまだですよ、宇都宮、あで松坂投手はちょっとリアルですね、リアルリアルリアル、うん、あ取れたら引退してる、本当だ、めっちゃリアル、本当ですね、皆様でもこれはあくまでフィクションでございます、いや本当ノンフィクションの可能性あるやついるよ、まあ、まあ、可能性はありますよね、うん、伊藤選手も、うん、島、うん、うわー、うわー、これ
本当にどれだけ移転するかこれで後で検証したいねこれどうなんでしょう、プレーによって変わるもんですかね、これはみんなもう決まってるのか、それは分かんないよね、そうです、まあ、うん、皆さんやっていただいて、うん、あれ監督変わってる、原さんから後藤さんに、本当だ、立岡コーチになってるよ、はい、セブライオンズ、ナイスコーチになってる、すごいですね、うん、このストーリー面白いですね、うん、あ、ヨーメーカー、あ、販売員代表ニトリさん、ニトリさん、こんな怖い子見たことないで、うん、販売で、うん、球場に入ってくる用具メーカーさんこの服で絶対来ないですよね、いやそもそも女の人いないもん、あ、ドラフトまでちゃんと、うん、面白い、はい、これ同姓同名の人いるんじゃん、うん、いそうです ね、FA、遺跡、あ、残留、あ、残留か、残留の、あ、追加情報、デスパイネジャイアンツ、あ、ロメロが、ロメロまだ中日に、まだ中日に行ったの、はい、スワレス、あ、残留、うん、うん、メヒア、楽天、まあ、なんか広島楽天なんかあるもんね、あ、結構ねルートがありますね、うんうん、え、あ、ファイターズに、ありこれなんかありえそうやから怖いよないいところこうついてくる感じなんですかね、カスティーヨ、あ、今年え、ライオンズですか、わ、そうなの、そうなの、そうですか、なんか、まあ、ありえるっていう情報は聞いてたけどね、そうですね、うん、なるんだね、はい、うん、これをリアルと捉えてしまうっていう、あら、ああ、中日、分かる、あ、トレード、あ、神里選手と岡田、戸柱出して岡田を取ったんだ、キャッチャーね、うん、で、やっぱ外野もちょっと薄いからね、西武がね、そうですね、で、小原が DeNA いいから、うん、ああ、神里選手を出すと、え、タイガース、え、二本、二本中谷じゃなくて、若い選手同士、若い選手同士ですね、そうなんだね、うん、おお、まだ、誰ちょ、新天地で、そうですね、あー、まあいいかもわかんないね、環境変えていいかもわかんない、いいかもわかんない、いい泉投手、うん、まだ若手のね、いいです、いいです、あ、おお、結構ベテランになってきてるから、ね、あ、いいかも、うん、いいかもしれない、うろ、ね、お、まださらに、そんなことあります、まあ、あんだ、そうなんだね、今年ちょっと2軍が多いからね、うん、高橋も、うん、そうですね、あ、でもロッテ渡辺俊介だから、うん、で菅野選手出しちゃいますよ、ね、ちょっと、まあ、なかなか野手のこう底上げがホークスもできないし怪我人多いからね、はあ、そうなんだね、まだないかな、これあれかな、栗原がサード行って菅野が外野的なパターンかな、 あるね、ちょっとマッチがね年齢きてるから、はいはいはい、あ、おお、いや、ちょっと面白いなこれ、まだいかへんの、もうちょっと足りないですね、でもせっかくあそこまでやったので、でこれであの遊びにしますラーメン、え
ラーメン屋さんどんな高いラーメンなんだよ。10万も減ってるやん。キャビアとか入ってるんじゃないですか。いや、あんな普通のラーメン屋さんだったのに。ちょっと動く、あ、通信みたいな、あ、それ覚えよう。はい、モネの話かけてきて、定式入ってるのにオープン戦調子悪かった2軍ってきついよ。本当ですね。お、開幕1軍、うん、1年目めっちゃ良かったですね。いいで、新人王だからで、本当ですね、勝利の方程式の一角でね、2軍に落ちたからちょっと無理だと思ったんですけどね、うん、踏ん張ったね、はい、やっぱ配球がいいからちゃう。確かにリードの勉強になったよ。なりましたね。まあ、また理解はあんまり半分ですけど、ふーんって思いながら面白かったです。まあ、じゃあ2年目3年目はちょっとポテンポよくいきましょう。うん、カレンダーでね。はい、行動を中心にやっていきましょう。うん、じゃあまあここら辺ぐらいまで。はい。で行動だけ選びましょう。お、ファン1000人、うん、多いのか少ないのか分かんない。本当ですね。お、マックスになる、うん、欲しいのないね。そうです。そしたら経験値もらうもありましたね、その前。帰れるんですか。いや、ここから戻れない。あ、戻れないんですか。じゃあ守備職人にしよう。そうですね。そしたら来月の行動に行きましょう、うん、お、連勝してる連勝してる。セリーグヤクルトが首位。本当だ。え、めちゃくちゃ連勝してません？本当だ、すごい。ゲーム差どうなっちゃう？もうゴールデンウィーク終わったら10ゲーム差になってる。これ親密度上げたら交際するんですか。します。へー、ただ
皆さん車がないとレンタルしてくれる。ああそうなの。これ結婚とかもできるらしいので。あ、そうなの。はい、だから3年の間に。3年の間に。ええー、でもなんか情報によると、はい、車がないとデートしてくれないらしいじゃん。あ、そうでした、そうでした。買っときます。まあ所持金結構あるからね。はい、あ、1000万で車もありますね。いける。あ、いっとくか。2台目、うん、買っとくか。野球選手ってやっぱみんな車にお金使いますよね、結構ドーンと。いや、そんなことないよ、買えるからね。まあまあそうですね、うん、これで行っとく。え、だ誰に行きます。誰が。映画クリエイター。映画クリエイター行く。映画クリエイターですか、うん、動画クリエイター、はい、ど、あ、動画クリエイター、うん、お、デートできました、うん。お話したら罰ゲーム。なんか楽しそうなことしてますね、うんうん。おお。あ、ところさん。もうスターレベルもどんどん上がってますね。うんうん、あ、ん？お、入ってるじゃん一応3位に。中継ぎ投手。あ、本当だ。ファン投票。オールスター、本当だ。あとセットアッパーになってます。うん、そう、いいのかな。ん？いいですか。はい。あ、さっきより昇格して。あ、昇格してんだ。方程式の一角の方がいいように見えるけどね。そうね、でもセットアップ、そうですね。じゃあ来月の行動に行って。白星しかない。うん。両リーグ、ソフトバンクと巨人がやばいよ、はい、独走状態。阪神なぜか最下位じゃん。本当ですね。オリックスと今首位のチームが両方最下位だっていう、ね、はい。これやっぱプライベートも充実させたらどうですか。そう、だから行くよ。はい。船ないのとか言い出さないの。やりたいことって実況は資源、うん、もう家行ってるからね、はい、早いですね、うん、2回目のデートで。あれ今一瞬ジャイアンツマジックついて。え、もう？一瞬。早っ。ほら。本当だ。マジック50とかですね。うん、1個増えるわけじゃないんだよ。どんどん必要な回数が増える。あ、そうなんですか。キャッチボールしてる。うん、
増えないね。増えないですね、え、ここなんか今タバヨタですか。ちょっとログを見ていただけると R ボタンですね、うん、していただけるとサザエ何かあった。特に何もない。そっか、私の思い過ごしかな。え、何ですか、これ何があったんですか。彼女になってほしいと、あの何でもないという選択肢があって、今里崎さんが連打されてる中で、あの彼女になるかな、交互に。あ、そうなの。見過ごした。見過ごしたじゃん。ちょっと今彼女になるチャンス見過ごしたらしいですよ。ちょっと彼女になるからもう一回行動日やるわ。もう一回いけるかな。いけるやろ。連打しすぎたわ。ランニング、2回来るかな。1個ずつ行った。はい、うん、お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 、来たー。危ない危ない危ない。おー、彼女になった。あ、彼女候補は公有リストから消去される。そうそうそう、うん、浮気はダメだから。そうですね、うん、そういうことか、うん、で、これでもう別れたりすることあるんですか。別れるはないですね、基本的に。へー、もう結婚マシぐらいですか。このままこういう続けてランクが4になると、今度は結婚しようって。今ちなみに防御率1でした。あ、そうなんですか。あ、テレビにユキリヌ出てきたらしいです。せっかくなんでゆきりぬ行きますか。そうだね。結婚が見たいですよ。見てみたい、うん、ちょっとなんかロマンチックなデートになってきてますよ、うん、そうだね。そんな風でこの店あ、まあ、歌詞あるんだね、の良さですよね。シーズンもだいぶ終盤ですね。結婚するためにちょっと行かないと結婚できない、ね、はい。あ、もう、あ、ジャイアンツ優勝してる。本当だ。あ、しかもソフトバンクもマジックいいやつ。もう今はもう彼女に夢中ですから、ね、シーズン40ホールドだって。はい、やばくない俺。すごい球団の顔になってきてる ね、うん、で、まあ、ユキリンですね。そう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 、ちょっと結婚見てみたいな、はい、ちょっと早めに結婚を、うん、まだもうちょっとですね。さあ、もう10月ですよ。え、移動日ラストちゃう。あー、優勝、うん、もうそんなの関係ない結婚が見たいっていう、うん、そろそろ。ジム、まあまあ、ジム、ジムで結婚の話とかある。プロポーズしないかな。ねえ、チームでないでしょ、うん、はあ、
あ、俺ホールドリーグ3位か。これが自分の成績なんだね。そうですね、防御率も 2.48、うん、じゃこの最終日ここまで行けばいいですかね。はい、十何ゲームつけて優勝ですよ CS。 セーブと、あら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 、全敗してるやん、しかもセーブ3位からだよ。はい、嘘、下克上じゃないですか。じゃあもうここまで行っちゃう、日本シリーズ、はい、日本シリーズだから出てないってことですもんね。そう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 、ベイスターズ、ベイスターズが優勝だ、2位から、うん、どういうこと、クライマックスシリーズ全敗してたの本当ですね、うん、リーグ優勝のチーム両方出てないじゃん、うん、さあ年俸、うん、守護神になってる。本当だ。奥行くんじゃないですか。あら。あ、行かない。8900。たぶん出してきた。出してきた。得意なやつ。そうだ。あ、800万上がった。あ、大野。あ、大野翔太。翔太ですね。これ面白いね。うん、石橋投手、え、おはるくん引退してる、栗山投手、栗山、あ、2000本いったんかな、じゃあ谷間投手こっち、うん、監督栗山雄二になった、本当だー、松田栗山さんが、うん、ここ一番面白いよね、うん、フィクションなのに面白いって、うん、お、え、戦果が行く、どこ行くの、吉田ベイスターズ、うん、松本楽天、うん、待って、キャッチャー取ったね、楽天、そうですよ、モイネロ、モイネロが中日、おかしい、今阪神、今度は阪神、だけど、動くね、動くね、おお、今度はマリンズ、めっちゃ動くやん、はい、カープ FA 選手とんの、しかも千賀、どうした、外、あ、清志もなくて、あ、今度ファイターズに、ファイターズ、ヨーカーセーブ、アルカンタラ、オリックス行ってるよ、よし、よしかよって、千賀の広島が千賀の広島一番びっくりだよね、はい、杉谷、杉谷ジャイアンツ行ってるよ、ウネンティン中日、柿沼阪神、長坂ファン、マルティネス今度西武、川島ロッテ、すごいね、はい、いや千賀の日本が衝撃的、あの広島が衝撃的で、お、クリスマス、クリスマス、あ、ここなんか、プロポーズしなかったですね、うん、もう迷わずユキリンですねいやもうあの結婚するまで、うん、買い物行ってるよ、ドライブ、
ちょっと。嘘やろ。そんなことあんの。3万人ファンができたらだって、あ、そういう縛りがあんの。あ、そんな縛りある。あら、今何人なんだろうファン。聞いたことない人気者が好きなんですよやっぱり。そうなの、うん、お金でファン買えないですかね。所持金6000万もありますよ今。そうだね、はい、ちなみにあのアイテム購入でファンが増えるやつあります。ちょっとコード別でアイテムいきますか。今マイ情報でファンが何人いますか。どれですか。マイデータ今ファン何人ですか。2000 3万は遠いよ。そうですね。そう。ちょっとアイテムショップに。どれですか。あ、これですか。これですよね。これね。あ、ファンがわずかに増えます。100人増えた。100人増えた。ファンがそこそこ増えますって。あ、300人増えた。でも3万人までまだまだですよ。あ、1000人増えた。いや、まだまだやで。はい、まだ5000人ぐらいじゃないですか。あ、その4000人ぐらい。これでも全部買っとこう。お金ありますからね。あ、ちょっと野球選手爆買いに走ってる。え、だってお金あるから。いや、もう安いの買ったらどんどんいいやつ買ってる。貯金も大事ですよ。うん、あ、だってあるじゃん。まだ、だって今年まだ給料入ってくるから。すごっ、爆買い。オッケー。いい車多いですか。買おう。即決。あの、こういうリストにすごい選手いっぱい入りましたよ。本当ね。うん、所持金今半分以上使いました。オッケー。オッケー。そしたら人物行為いきますか。選手能力も上げないといけないですもんね。あ、これもマックスになってる。これいっとくか。そうですか。球速も153キロ出るようになってますね。あ、自責6以下でもう一番。めっちゃゴリ押してる。すごい。スターレベルだいぶ上がりました。ファンも増えるんじゃん。うん。あ、WBC。あ、選ばれる。WBC もあるんだ、すごいね。うん、これはこのスキップとでしょ。うん、1軍入りは決定してないんだ、うん、結構点取られてるよ。はい、うん、すごい、すごいリアルだね。うん、どんな催し物が。ピッチャー行きたいけど絶対上がらへんだ。そうですね。それかもう監督とかそっちの人たちに行くか。
で今は昇進だもんね、はい、あ、負けてる準決勝カナダ優勝、カナダだ、負けることないんだ、さあ間もなく開幕だ、うん、お、開幕一軍、そりゃ、それは、そりゃそうでしょう、守護神です、千賀がいないからね、うちのチームに、そうだ、いないんだ、しないと結婚できないんでしょそうですそうですもうユキリにはそれまではいけないですね、あ、カープやっぱ千賀投手がいるからじゃないですか、本当だ、首位、首位になりました、さすが、セリーグ混戦だな、守護神やってますね、誰か誰か行きますか、何だ、ちょっとやっぱり千賀がいなくなったから弱くなってるね、大きいですね、穴は、うん、広島が強くなってるから、はい、でもベイスターズ日本一になったから強い、そうですね、うん、お、楽天が独走してるよ、もう10ゲームついてます、うん、やっと7500人ファン、うん、3万人ほどと、あとまだ3倍だよ、絶対無理や、もっと活躍したら一気に倍とかになるんじゃないですか、うん、ですか、うん、おー出たマジック 40になります、スターレベルってマックスいくつなんですか、100まであったと思うんですけど、すいませんちょっと私が考えて、まだまだですね、
通算何勝とかですね。はい、カープ1位。おお。線がいなくなったのでかいよ。一人の穴が大きいです。あ、もう楽天優勝しそう。もう22ゲームですよ、うん、セ・リーグは混戦。パ・リーグクライマックスシリーズ争いが佳境だね。おお、30セーブ。ファン1万人到達しました。お、あ、ファンですか。まだでも倍ですよ。1回1枚いったらどんどん増えそうな気がしますけどね。映画に興味がある。映画ないじゃん。ないですね。ゲーム付き一回遊ぶのにやっぱ10万使うのすごいな。ホームシアターセットが購入できるようになってる。へえ。買っちゃいます。これで映画が選択できるようになったんだ。もうない。あ、ここまでいっちゃうか。ジャイアンツ優勝。さあ、クライマックスシリーズ、はい、負けてるよ本当に負けた。やつに。おお。結局ちょっとファンは3万人いけなかったですね。いや無理っしょ、それは。あ、オリックスが日本シリーズですか。3年ポ。3年目いくらまでいくか。ここで引退ですか。はい。こんだけ乗り乗ってる時に今は本当に痛いそうですよね。はい、はい、ということで、はい、3年間プロ野球生活を送って引退しました、うん、早いね、はい。まあ、今回は3年っていう、ね、うん、そうだね、限定ですからね。で217ですよね。あの、そうだね、はい、155キロはい、あ、いいじゃないですか。抑えとしてはいいんじゃない、はい、出さし、まあ、スタミナいらないんですもんね、うん、ついてるし、うん、で、うん、どうですか、チェンジアップスライダー、はい、うん、十分十分十分、はい。まあ、じゃあこれは、あの4チームで対戦するときに、うん、まあ、抑えとして置いていきますね。そうそう、まあ、出てこれるかどうか分かんないよ。勝ってないと出てこないから、はい、そうですね、うん、いや、まあいいんじゃない、適正としては、うん、155キロ、そうですね、うん、これって300何十っていう選手 もう頑張ったら作れるんですよね、きっと。それは作れるでしょ。そうですよね、うん、皆さんがどういう選手作ってくるのか。いや面白いね。そうですね、うん、どうでしたか、やってみて。いや、 やっぱ結局あるのこういうだね。そうですね、3万ちょっとハードル高くない？結婚
構ハードル高いですね。ねえ、まあ、だからもうちょっとやればね、うん、いけるかもわかんないですけど、はい、でも誰を選ぶかで面白いですね。そうですね、うん、あともうプレーンもですし、すっごい細かいですね。いろんなところが、うん、リアルだし、あとやっぱりね、配球は俺の配球を見て勉強してほしいよね。そうですね。いや今回の結構その配球ね、いろいろ言ってたので、うん、いやめっちゃ勉強になったと思うよ。こういう見方なんだみたいな。はいね、面白かったです、うん、いやいやいや本当になんかいいですね。じっくり楽しめますね。そう、うん、これで明日は生放送でもっと作るんでしょう、うん、はい、生で作っていくんですか。俺も容量分かったから、はい、すっごいのができるよ。でもモード違いますからね、作るモード。勉強するわ今から。あとは皆さんに教えてほしいです。そうですね、はい、はい、ということで次回というか明日、はい、夜の7時から7時からね、生配信で、うん、はい、作りますので、ぜひ一緒に頑張って作りたいですね。そうですね、あとコメント欄でアドバイスほしいですね、うん、はい、7月20日はこの里崎チャンネルで対戦を、いや負けられないでしょ。そこが本番ですからね。里崎チャンネルでいきなり里崎いないって、はい、そもそもこれ何チャンネルみたいになるじゃない。そうですね、うん、はい、なのでぜひ明日もいい選手を作っていただいて、ね、はい、勝ってください。はい、明日いないの。私いないんですよ。おなので明日一人です。頑張ってください。そうだね、だってもう 俺のこと応援してくれてんもん。全然手モチベーション上がれへんよな。それは自分のね能力で頑張ってください。ラブティマクドとか言ってて、ね、もう違うのばっかり片隅に回らへんかったとかさ。モギ選手とか来たらモギモギが言いたくなっちゃうよ。あ、ウィラーとかってお前ね、圧強すぎるわ。いやいや、そんなことないですよ。ね、まあ、明日も頑張ってください。そうそう、はい、頑張ります、はい、いい選手作ってね。ということで皆さん明日もぜひ応援をよろしくお願いします。はい、お願いします、はい。